岩手グルージャ盛岡ゴールキーパーの笠原素直です。いや、契約満了なんですけど、一応1月31日まではサッカー選手は契約って形なので、1月31日まではJリーガーを受賞しております。よろしくお願いします。そうですね、1日の流れは基本的には午前中に練習なので、9時半、11時半で練習して、家に帰ってご飯を食べてお風呂に入って、まあ大体1時ぐらいですかね。そっから、僕は夕方アルバイトしているので、それが大体、5時、6時ぐらいから始まるので、それまでは筋トレに行ったり、トレーナーのところでケアを受けたりして、自分の時間になります。まあ、あと昼寝もしたりしますね。で、僕はバイトしてるんですけど、バイトしてない選手はもう練習終わっちゃえばフリーになるので、あとはもう全部自分の時間になる感じですね。で、僕はバイトは、大体10時ぐらいまでやるので、10時までやって、まあ、その間にご飯食べれるので、ご飯食べて10時に終わってお風呂に入ってもすぐ寝るというのが基本的な一日の流れです。そうですね、プロ契約になったのは去年が最初ですね。29歳の時に初めてプロ契約になりました。まあ、サッカー選手って言っても、まあJ1、J2 はほぼ全員プロ契約だと思うんですけど、 J3 の場合はプロ契約とアマチュア契約が大体混在している形で、まあ、アマチュア契約でもその違う名目でお金をもらえたりする場合もあるんですけれども、基本的にはプロ契約の選手はみんなサッカーでお給料をもらってる感じですね。そうですね、やっぱりまあありきたりな答えになってしまうんですけど、まあやっぱり努力するってことですかね。まあ自分を信じて、努力し続けて、あとやめないっていうのが意外と大事ではないのかなと思ってて、まあやめずに続けることによってどんどんつながりも増えていきますし、長くなれば長くなるほど知り合いも多くなるので、それだけ続けてもらえる環境とか声をかけてもらったりっていうのがやっぱあるので、まあ、つながりみたいなのは本当大事だと思うので、まあ自分を信じて諦めずにやり続けるっていうのが一番大事なのかな、大事なのではないかなと思います。この質問来ると思ってなかったので最初に言っちゃったんですけど、ポジションはゴールキーパーで、まあゴールキーパーの魅力ですかね。魅力、まあやっぱり自分フィールド11にいて自分だけが手を使えるっていう特別感っていうか、まあ、あと常に自分は相手選手も含めて21に見えてる状況なので、それで自分のまあ指示というんですか、動かし方で局面が大きく変わってくるので、そういう味方をコントロールっていうするっていう部分が面白いですね。まあ、あとやっぱり相手のシュート止めて相手のフォワードの選手とかが悔しがった顔とかを見るのがすごい楽しいです。やっててやりがいがあります。でも結構言うんですけど、プロの選手でキーパーの人にまあ聞くと、生まれ変わったらまたキーパーやりたいかって言われると、やっぱみんなフォワードやりたいって言いますね。そこは、まあ、あと自分のプレーのストロングポイントだとパントキックが得意です。
そうですね、まあ契約満了になってから、選手会のトライアウトとか、受けて、たんですけど、まあ結果から言うと現状まだ今1月も終わりぐらいの時点なんですけど、まだ進路は決まってないっていう状況です。で、まあ国内、国海外も含めてオファーはいただいているチームは数チームあるんですけれども、まあ金額だったり、あとカテゴリーだったり、将来性っていうんですかね、そういうのでまだここだっていうのはちょっと決めかねてて、まあこれからもうちょっと、ウィンドウが空いてるうちは、自分で動いて、チームを早めに決めれるように、動きたいと思っております。まあ、そうですね、 J1、J2 と J3 の差なんですけど、僕正直あんまり J1、J2 の試合見てなくて、あんまりその差っていうのが分かんないんですけど、まあでも今 J3 で J1、J2 に引き抜かれて、まあ、すぐ活躍する人もいますし、まあとにかくどのカテゴリーでも言えるのは、試合に出て活躍するっていうのがどんどん自分がステップアップしていくところなんじゃないかなっていうふうに思いますね。それこそ JFL とかでも地域リーグとかでも今どんどん新しいチームがいて、差は縮まってきてるっていう、どこもレベルが高くなってきてるっていう印象ではあります。で、まあ J3 と J1、J2 のお金の差って話なんですけど、まあ、これも一概には言えなくて、 J3 でもお金あるチームでプロ契約で働かなくてもいいっていうチームありますし、まあ、人によっても全然違いますし、まあ、僕の場合だとプロ契約でもバイトせざるを得ない状況で、まあぶっちゃけ給料的にはバイト代回す大卒の初任給程度ぐらいなんで、まあ僕が子供の頃思い描いてたプロサッカー選手、 J リーガーの給料とはちょっとかけ離れている感じですね。まあでもそこでも J3 で活躍して J1、J2 に上がったら、また給料も跳ね上がります、跳ね上がるだろうし、まあそういう意味ではまあ自分次第ですかね。まあそうですね、さっきもやっぱ言った話と、重複するんですけど、まあ、やっぱり諦めないで自分を信じて努力し続けっていうのが大事だと思いますね。まあ僕もそんなチャンス掴んでる方ではないので偉そうなことは言えないですけど、そうやって努力して、まあ、いつか絶対チャンスが来るので、そのチャンスで最大のパフォーマンス発揮できるように日々から考えて練習生活を送れば絶対プロにはなれると思うので、まあ、自分の目標を持って頑張ってください。ありがとうございました。見てくれてありがとう。いいね、チャンネル登録もお願いします。